私以外の仲間に当ててみろ。あんたを死ぬより辛い目に遭わせてやる。怖い。ミオンさん、みんな動くんじゃないよ。私は部長さ。みんなを背中に守れるならこんなに嬉しいことはないね。み、あなたたちよくゲームをするわよね。トランプのババ抜きはやる？やらないね。うちらはジジ抜きばっかだよ。同じようなルールよ。人の世の罪はババ抜きと同じ。誰もが一枚のババを互いに押し付け合う。それは勝ちを求めるゲームではなく、一人の敗者という生贄を求めるゲーム。私はそのババを引いた。だからその腹いせにあなたを撃つの。勇敢なるミオ、あなたの勇気はそれで十分です。人の世のババ抜きが必ず誰かに押し付けられなければならないのならば、それを引き受けるのが私の役目。羽生、あんた何を。リカ、この世界はすごく楽しかったです。僕も部活メンバーに加われてよかったです。見てるだけじゃなく一緒に過ごせた時間は本当に幸せだった。ありがとう。もう十分に楽しんだ。さあ撃て人の子よ。人の世の押し付けずには済まぬ罪を放て。それを受け止めてやる。分かった分かったわ。死ね。外しやがった。この私がこの距離で外すなんて。高野も羽生もミオンの話を聞いていたの。私たちはババ抜きではなくジジ抜きしかやらない。それを高野は同じだと笑ったけど、全然違うゲームなのよ。だってジジ抜きは欠けた一枚のカードが足されたら敗者が出ないゲームになる。リカ、羽生という欠けた一枚のカードが加わり、この世界は敗者が出ない世界になった。それをわざわざ一枚抜こうなんて愚の骨頂。この世界に敗者はいらない。それがフルデリカが奇跡を求めた千年の旅の最後にたどり着いた答えよ。